はい、どうもこんにちは、ベンベンです。今回なんですけれども、Apex で一番基本的な知識、3対3の戦い方についての動画になります。ただ、今回の動画は過去に出したこちらの動画の切り抜きになっています。で、なんでこの動画を改めて切り抜くかっていうと、やっぱり参加型ランクとか一緒にしてたりとか、ダイヤ隊で敵と戦ってたりしても、この3対3の戦い方っていうのを理解できてないなっていう人がやっぱりすごい多いんですね。なので、まあ、ありがたいことに見てくれた人が増えたこのタイミングで、この動画を再度出そうかなと思いました。俺がダイヤ底辺から抜けた理由っていうのがこの知識に詰まっているので、よかったら最後まで見ていってください。で、この元動画、どんな動画かを一応解説していくと、もうこのチャンネルではおなじみになったシーズン8世界5位の本田さんが、僕を含めたダイヤ底辺の3人にコーチングをしてくれている動画です。動画内では、各キャラの立ち回りとして、オクタン、バルキリー、パスファインダーの立ち回りをそれぞれ解説している感じになっていますが、これがそのままオクタンが前線キャラ、バルキリーがカバーキャラ、パスファインダーが展開キャラっていう風に置き換えることができるので、それを置き換えてみることをお勧めします。このパーティー構成上、オクタンが前線キャラっていう風になっていますが、またパーティー構成によってはオクタンが展開の役割をしたりっていう風な違いも出てくると思うので、そこら辺は臨機応変に見るようにお願いいたします。ということで本編どうぞ。多分この構成だと、まあ、一番前で戦うのはオクタンなんですよ。で、ちょっとじゃあ、僕たちのパーティー、こっち側から、まあ、向こうの、向こうにちょっと攻める感じの立ち回りというか、はい、ちょっとそれを例えでやってみて、ちょっとじゃあ、二人ちょっと敵の役になってほしいんで、ああ、了解です。じゃあ、この岩の裏と、ちょっと箱の裏とかにちょっと展開しといてもらっていいですかね。はい。で、ちょっと今から説明するんですけど、まあ、今敵が、ベンベイさんのところと、ネムタさんのところと、もう一人、じゃあこっち側の裏に展開してる状態だとするじゃないですか。はい。その時に、まあ、オクタンとか前線のキャラ、まあ、レイスとかですね。前線のキャラって、まあ、敵に一番近い位置で、かつ、まあ、射線が切れてる場所、すべての射線が切れてる場所を選んで、まあ、前に出なきゃいけないんですよ。はい。ってなった時に、一番最適なのって、多分、この辺なんですよね。まだまだ上げるぞ。今これ一番敵に近いところで射線が全て切れている状態なんですよ。はい。なんで、第一ステップ、その展開する第一ステップはまずそういう場所を見つけて展開する、前に出るっていうのがオクタンのやることの一つ で、はい、でその後に何をするかなんですけど基本的にその敵のパーティーを倒す順序っていうのは、敵の展開の左右どちらかを潰して、どんどん展開をその一箇所に追い込んでいって、こっちが一方的にその射線を増やして、まあ、打っていくみたいな感じなんですよね、はい、追い込んでいくんですよ、どんどん、はい、なんでサイドからどんどん前に出ていくのが理想で、で今これサイドにいる目の前の敵がベンベンさんじゃないですか。はい。なんで、まあ、ここで、その、まあ、例えば、撃ち合うなり、もしくは、まあ、グレネードとかあったら、こう投げて。多分、グレネード、その、今、ピンの位置にこれ投げられた時に、ベンベンさんで多分、当たらないようにこっち行ったり、うん、もしくは、こっち側に戻ったりするんですよ。何があるかな。はい。ってなった時、もし、じゃあ、こっち側に隠れた場合なんですけど、こっち側に隠れた場合は、自分プラス、ここにいる、味方、の射線がこう通るんですよ。はい。なんで、それが多分きついんで、絶対こっち側に、ベンベンさんは引かなきゃいけなくなっちゃうんですよ。ってなった時に、もう一個前に出れるじゃないですか、オクタンって。はい。ってなったら、今ここ2枚とここ1枚。で、自分たちは3箇所展開できてる状態になるんで、まあ、展開の数で言ったらこっちの方が有利になるじゃないですか。はい。なんで、そういう方法で、オクタンをどんどんその前で、そうやってどんどん敵をこう追い込んでいく。まくれなり、あとは撃って、削って。っていうので、どんどんこう、前に出ていくっていうのが、まずオクタンが、やらなきゃいけないことで。はい。で、多分ここまで来ちゃえば、もう、こっちに射線通すなり、もしくは、また、もう一個グレーとかあるなら、ここに投げちゃったり。こっちには何があるかな。で、あとは、
もうここの真上とかまで展開しちゃうっていうのもありなんで、なんでまあなんだろう、ちょっと今みたいな感じで、サイドからどんどん潰していくっていうのがまずオクタンの役割ですかね。じゃあ次ちょっとホライゾンじゃねえや、バルキリーいきますね。まあバルキリーですね。バルキリーは、まあ、ちょっと真ん中ぐらい、なんだろう、オクタンが、まあ、一番前じゃないですか。はいはいはい。で、まあ、中盤ぐらいのキャラなのかなとは思うんで、まあオクタン、その前線キャラとちょっと連動しながら動くような感じなんですよ。はいはい、なんで、まあ最初のポジションはここでいいんですけど、さっきオクタンがここに、こっちを巡行しようか、ここですね、ここにいたときにバルキリーはこの位置でいいんですけど、だいたい多分15から20ぐらいの距離を、なんだろう、保ちながらちょっと移動する感じですね、そのオクタンと。なんで例えばさっきオクタンが前に出たタイミングあるじゃないですか、その、はいはいはい、この裏まで、そのタイミングで自分もそのこの場所まで前に出てあげるっていうのをすると、例えばここでオクタンが削られる場合があるじゃないですか、ここで戦ってるオクタン、はいはいはい、削られた時に、まあ、引いてくるわけじゃないですか、こっち側に、はい、で多分この位置までオクタンが引くと、なんだろう、まあ、この位置で回復巻いてる時にバルキリーがここにいてあげると、そのオクタンを追いかけてきた敵とかをこう牽制できるっていうのと、あとは、まあ、回復巻く時間作ってあげられてるっていうのと、あと一番は展開した状態をまだ保ってられるってことなんですよ。ああ、なるほど。結局この位置にいちゃうと、自分たちが追い込まれてる状況になっちゃうんですよね。ここに2枚いて、もう1枚がこっちにいる。だから逆のパターンになっちゃうんですよ。敵が有利になっちゃう。なんで、展開を少しでも崩さないように、まあ、オクタンのその、まあ、15から20メートルぐらい、保ちながらちょっと戦闘中こう動く。オクタン昔でいうブラハの役割なんですか。まあそうですね、ブラハと同じ役割ですかね。まあそういう動きをしてあげて、でまあ近くに、なんだろう、その距離の中で高いそういう登れる場所とか安全な車線通せる場所があれば登っちゃっていいんですけど、平地だったらそういうこういう動きをしてもらって、基本的になんだろう、まあ、カバーから入るような感じですかね。はいはいはい、で結局アビリティとかもこの位置から、うん、まあ、この裏とかに打ってあげれば、はいはい、時間稼げたり相手の回復の時間を作れたりするんで、まあ、そういうなんだろう、ちょっと前線キャラと連動してちょっと動くような感じですかね、バルキリーは。 OK です。はい、で次ちょっとじゃあパスですね、はい、まあ、パスファインダーは基本まあ左右に大きく展開するんで、はい、まあ、このさっきの状況だったら多分こっち側なんですよねでかつちょっとその敵よりも高い位置をちょっと維持し続けるっていうのが大事なんで例えばなんかこのここの展開だと敵と同じ高さなんで、だから一気にグラップルでもうこの上まで行っちゃって、結局この上でも多分車線切れるんですよ敵のなんで頭出しでこう、前線キャラと戦ってる敵をなるべく車線通してあげるというか、だから今オクタンが多分ベンベンさんと打ち合うべき場所にいるんで、それをこう狙ってあげる、別車線からで、すると前線のキャラがどんどんきっかけ作りやすくなるんで。なるほど。まあそういうまずは動き、敵よりも高い位置に、展開、まあ、オクタンと逆の位置ですねに展開して、で狙う敵はオクタンと一緒って感じです。なるほどなるほど。っていうまあ基本的なその展開をして、でそのなんだろう、敵の展開が一つ減ったら、もうなんだろう、こういう敵の展開の真上とかまで行っちゃって、さらにこう車線増やしたり、結局この下の敵っていうのは真上の敵に車線通せないんで、まあなんだろう、さらにこう展開、敵の真上まで展開して
射線を広げるっていう感じですかね、うんうん。基本的にやっぱり、敵の車線が2本通ってる位置には行かない方がいいんで、まあ、3人さっきみたいに展開されてる状況で、まあ、敵の、まあ多分こことかだと結構きついんですよ。敵の車線が2本通っちゃう。多分ここと、ここの敵に通されちゃうんで。だから、しっかりその車線が切れる場所でかつ敵よりも高い位置取って木炭と同じ敵を狙ってあげたり、もしくはその敵がちょっと見えないのであれば、それに一番近いようなところにいる敵をこう押さえてあげたりっていう、まあ、展開してから車線を通す。だからまず多分パスは真っ先に展開しなきゃいけないですね。なるほど。よくたんと逆の位置に了解です展開するって感じですね。いかがだったでしょうか。基本的にねこれを徹底するだけで3対3の戦闘は勝てるようになります。よかったらね意識してみてください。ということで今回もベンベンがお送りしました。それでは皆さんいい夜を。バイ。